はい、皆さんこんにちは、ハイセス、本日はですね、仕事をね、終えましたので、ハイボールでもですね、飲みながら東京のですね、ステイについて話してみたいと思います。もし本日の、ね、ご興味の方は最後まで、ご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それですね、早速、本日のコンテンツを始めていきたいと思います。私が今東京に来て約3日ぐらい今経っておりますけども、早速ですね、いろんな起業家の皆様、それからですね、弊社のコミュニティのですね、勉強会、それから懇親会とですね、やらせてもらってるんですけども、やはりですね、定期的にこのやっぱりこう日本に帰ってきていろいろキャッチアップするっていうのはですね、私にとっても非常にね、重要になってきます。やはりずっとね、シンガポールにいるとですね、いろいろとこう浦島太郎状態にこうなってきますので、やっぱり定期的に帰国していろいろとですね、起業家仲間とかと情報交換したりとか、日本でのこのインターネットの現状だったりとか、私ももちろんね、いろいろと調べたりとか、Zoom とかで聞いたりとかしているのはもちろんあるんですけども、やはりですね、自分で東京の街を歩いたりとかしていて、いろいろ肌で感じ取っていくっていうところもね、やっぱこう定期的にやっていった方がいいと思うので、定期的にですね、日本に帰ってくるというのはですね、非常に私にとってもですね、意味のあるというところになってきています。はい、でもやっぱりですね、日本もやっぱりですね、非常にいい国ですし、食べ物がめちゃめちゃやっぱり美味しいですし、やっぱり日本に帰ってくるとですね、やっぱり日本はいいなと思います。なので、本当にこれからもですね、いろいろと日本のいいところというのをですね、海外に発信していく、こういったのをですね、やっていきたいなというふうに思ってます。先日もですね、銀座とか渋谷とかも行きましたけども、もうかなり外国人の方が多いですので、それだけね、今この弱い円安を生かして、まあ、多くの海外の皆様が来てますから、もちろんそこにはですね、いろいろな問題とかもあるんでしょうけども、我々レベルがね、できるのはやっぱりこの起業家としてどのように立ち回っていけるかというところを考えるとですね、やっぱりこう、インバウンドとかビジネスっていうのはですね、非常に重要になってきます。で、私自身はですね、9月からですね、もう2部屋ぐらいとかですね、借りる予定になっておりますので、それでもうちょっとですね、部屋を増やして、インバウンドの方も、投資をしていきたいなというふうに、思っております。ただですね、まあ中にはですね、会われた方も、私は日本が大好きで日本から出たくないっていうね、方もね、先日いらっしゃったんですけども、それはそれでね、一つの意見なんですけども、やはりですね、こう日本ってこのパスポートが非常に優秀なんですよ。日本のパスポートっていうのは、ビザなしでね、いろんな国に行ける。まあ、シンガポールとね、日本が多分ね、1位と2位を争うぐらい、日本のパスポートってすごくね、信頼されてるんですね。なのに、日本人のパスポート保有率っていうのが 19% ぐらいしかないというふうになってますので、多くの日本人の方がですね、海外に出ていないと。っていうのはありますので、やっぱりですね、しっかりと海外も見ていく。日本はいい国なんですけども、一方で幸福度ランキングとかはかなり低い方になってきたりとかっていうので、まあ、やっぱり格差とかもね、広がってきてるんだと思いますし、やっぱり賃金が上がらないとかね、日本には日本のまた問題があると思います。シンガポールにはまたシンガポールの問題、各国にも各国の問題があると思うので、まあそういったところで、私は日本が好きだから日本だけしかいないっていうのもですね、また視野が、ね、狭くなっていくんではないのかなというふうに思いますので、やはりですね、どの国にも一長一短あると思いますので、非常にですね、日本のパスポート強いわけですから、ぜひですね、いろいろな国に見ていってほしいなというふうにですね、思っております。はい、ということですね、引き続き私も連続会食とかもありますし、普段の仕事もこなしながら今過ごしておりますので、疲れはね溜まってますけども、本日もですねうまくいきましたので、また明日もですね頑張っていきたいなというふうに思っております。それではですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツは良かったと思ってください。いいねをお願いします。チャンネル登録の方もぜひこちらのフォローをお願いします。 X の方もぜひこちらのフォローからフォローして幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信してますので、こちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys for watching and I see you guys tomorrow. Bye.